那覇市の真壁かなにある電そばさんに来ました。今駐車場です。裏です。こちらの建物がそうです。それでは行ってみたいと思います。ごちそうさまでした。なかなか美味しいですね。電そばさん超シンプルですけど、三枚肉の厚みが超すごいです。ごちそうさまでした。こんにちは、のぶーです。強いのでご了承ください。今枝子ホールに来ております。枝子ホールの前でなんかクリスマスフェスっていうのをやってるらしいので、それをちょっと覗きに来ました。ご覧ください。結構人いっぱいですね。こんな感じです。みんな個人的なテントを持ってて、いろいろ物を置いたり、雑貨系が多そうですね。いろいろ売ってるみたいです。